皆さんこんにちは、手帳の時間です。先日こちらの動画で私のお仕事手帳をご紹介したんですが、実はもう一冊ロフトで手帳を購入しました。今日はこの手帳の中身と使い道を詳しくご紹介したいと思います。もう何か分かっちゃいましたね。それでは早速行ってみましょう。購入した手帳は MD ノートダイアリーの A5 サイズ。もうね、手帳何冊買うんだよって感じですが、実はこれ旦那さんが使う手帳なんです。本人の希望をうっすらーっと聞きつつ、ほぼ私の独断と偏見で決めちゃいました。シンプルだったら何でもいいよってことだったので、自分の手帳を選ぶ感じで選んじゃいましたね。譲れるポイントも特にないそうで、あるものをありがたく使ってくれるそうです。 MD ノートは私も文庫本サイズを持ってるんですが、自社開発の MD 用紙という紙がすごく使いやすいんですよね。1ページ目を開くとこんな感じで、インデックスと蔵書表シールが入っています。あとオリジナルのしおりはホームページから無料でダウンロードできるみたいですね。ということで1ページ目の全体像はこちらです。シンプルで好きだな。最初のページの紙は結構しっかりしてますね。ザラザラって。ここを開いたら何やらメッセージが出てきました。はい、こんな感じ。皆さんこの距離ではちょっと見づらいですね。直訳すると2022年の物語でした。手帳がまっさらだと来年はどんな年になるんだろうってワクワクしますよね。次はカレンダーページです。全体で見るとこんな感じ。左ページに2022年の年間カレンダーがあって、右ページには2023年の年間カレンダーがあります。そしてまたページをペラッとめくると出てきたのはマンスリーページ。余白を楽しむダイアリーってことで余白たっぷりですね。近くで見ると右上に月の記載があって、日曜祝日はこんな感じで丸で囲まれています。イベントなどはこの枠の下の部分にシンプルに記載されていますね。ブロックタイプの月間スケジュール、2021年12月始まりで、ペラ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 ーと2023年1月のマンスリーまで来たら、見開きで1週間スケジュールにも使える8分割の横系メモのページになります。ペラッと180度フラットに開くってやっぱりいいですよね。マンスリーとメモ分割ページ、各スペースを調整できるのがすごくいいなと思いました。1行の幅は約7ミリ、それが7行ごとに区切られて約 4.9センチ。手帳だけじゃなくて日記、家計簿、いろんな使い方ができそうですね。旦那さんはスケジュール管理に使うそうです。あと MD ノートダイアリーにはしおり紐が一つついています。ノートの種類によって色は違いますが、ダイアリータイプはオレンジです。このオレンジもアクセントになってすごく可愛いですよね。裏側はこんな感じ。ノートからチラッと見えているのがとってもおしゃれです。 MD ノートには表紙がないので、このしおり紐の強度はあまりありません。そんな時は付属のインデックスシールを貼ったり、別売りのノートカバーをかけるといいみたいです。せっかくなのでこのインデックスシールを貼ってしおり紐の強度を高めちゃいましょう。ゆっくり MD ノートダイアリーを見ていたら、やっぱり自分が使いたくなっちゃいましたね。私はいつも一行感謝ログを書くだけで長文の日記を書くことがないんですが、日記を書く習慣のある方には本当におすすめのノートだなと感じます。ちなみに私が今使っている文庫本タイプの MD ノートはアイデアや素敵な言葉などを記録しています。使い終わったら次はこのノートに更新しようかな。はい、こんな感じで貼れました。ちょっとずれたけど、まあ、いっか。ホームページを見ると大切に使いたいなという気持ちになれます。あと MD 用紙はにじみや裏抜けがしにくく、書き味の良さを追求し続けているオリジナルの筆記用紙ということなので、早速確認してみましょう。旦那さんは主にユニボールシグロのブラックを使っています。
ペンの他に付箋を使って何やら予定の管理をしているようです。手帳って人それぞれ使い方が違って面白いですよね。ではこのペンたちで裏写りをチェックします。その間いただいていたご質問に答えしますね。ではまず愛さんからのご質問。子育て日記とありがとう日記はどんなことを書いていますか？一行日記な感じでしょうか？ということなんですが、そうです、一行日記です。子育て日記は子供の印象に残ったこと、何でもパッと書いています。例えばお風呂でおままごと楽しそうとか、あつ森にハマってるとか、夕食なかなか食べてくれないみたいな本当に些細なことで、ありがとう日記も例えば朝太陽の光が気持ちよかった、お家でまったりできた、みんなでカードゲーム最高だったみたいな自分がほっこりするようなことを書いています。次の日の朝に記入することが多いんですが、1日前のことなのになかなか思い出せないっていうことがよくあります。ちなみに手帳の中身という1ヶ月の振り返りをする動画でどんな風に書いているのか全体を撮影しているので、よければチェックしてみてください。あと11月は手帳の振り返り動画を月末に出す予定なので、また書き方でご質問があればいつでも聞いてください。愛さん、ご質問ありがとうございました。続いて丁寧な和暮らしさんからのご質問。手帳の時間さんは毎日スケジュールは別手帳で管理されていますか？8時から9時掃除とか、9時から16時お仕事時間などなど、お使いのスケジュール帳があれば教えていただきたいです。ということなんですが、毎日の全体のタイムスケジュールは無印のメモ帳で管理しています。毎朝バババーっと書き出して、夕方にくるくるぽーいとしている、そんなルーティンでやっています。本当に買ってよかったおすすめ文房具6000という動画の2分37秒くらいから実際の書き方や使い方を説明しているので、よければチェックしてみてくださいね。丁寧な和暮らしさん、ご質問ありがとうございました。ということで最後に裏写りチェックしてみましょう。ペラッとめくるとこんな感じ。油性ペン以外は裏写りしてないですね。やっぱり MD 用紙は優秀でした。ということで今回はロフトで買った旦那さんの手帳 MD ノートダイアリーについてお届けしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。